車の洗車と女性っていうのは人気コンテンツなんですよね。そう、土屋さん、はい、国で洗車ね。そうなんです。カナさんと土屋さんはカメラさんにバズりやすいアングルを直接ご指示いただいて、はい、いい絵を撮ってください。了解。また美女はですね、今回一人ではなくチーム全員で洗車していただきますので、はい、まあ、土屋チームとカノーチームの、はい、全美女対決ということで。了解。はい、土屋さん、なんでそんな素直に飲み込めるんですか。俺は早く見たい。まずは土屋チームから洗車いきます。あ、でもなんかちょっと車の前にやっぱこう、あ、ちょっと待てよ。あ、いいね。いいね、いいね、いいね。あ、いいですね。あ、いい。ちょっとやっぱレースクイーンの方々、やっぱちょっとこの車とのこのマッチがすごいいいな。いいじゃん、ほら。じゃあそろそろ水かけた方がいいんじゃない？今泡流した方が。そうだね、はい、みんなが洗ってる時にね。土屋さん、俺かけようかな。ららあれ、ちゃんと、ちゃんともうちょっと綺麗に洗え。悪い笑顔ですよ。お前なんか俺がただの風向きで俺に来るな。もう OK です。OK です。もうこの土屋さんのもう貴族の遊びはもういいですよ。え、今盛り上がってるんだけど。いや、わかりますけど。いや、楽しそうなのは分かりますけど、十分いただきました。もう終わり？終わりです。早くない？チェンジです、チェンジ。楽しみたい。そうです。カノさん、もう面白くないんだこれ。いや見てられますけど、ずっとやっぱ見ちゃうから、ちょっと次行かなきゃいけないんだよ。美女と戦車すごいね。ね、迫力がやっぱ楽しいでしょ。すごい楽しいだよこれ。ちょ、僕にも挑戦させてください。何やんの、何やんの。一緒の洗車をやるの、うちのチームでやらせてください。え、うちのこの一流のレースクイーンに挑戦するわけ。そうですよ、負けませんよこっちも。ほうほう、見てやろうじゃねえか。そうですね、うん、見てやろうじゃねえか。それは OK。 田野さんチームを、はい、どうぞ。ごめんか。どうぞどうぞ。お、全田監督。さあ、遊戯阪神ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。